皆さん、こんばんは。今回は、照明器具メーカーのスルーナイトさんとのタイアップ企画、新型ヘッドライト、スルーナイト TH20 のご紹介をさせていただきます。箱を開けて中に入っているのは、TH20 本体、予備用のオーリング、パッキンですね。そして輪ゴム、サンキューレター、取扱説明書、そして、ヘッドライトをつなげるパーツの予備、以上が入っています。明るさは最大520ルーメン、最大射程が67メートル、重量96グラム、レンズ部分は強化ガラスが使われており、ボディもアルミ製なので、頑丈さは突出したものになっています。そして何より嬉しいのは、単三電池が使えること。しかも1本でOK です。もちろん充電用の単三電池も利用可能です。これが何気にこのライトの最も魅力的な部分だと思います。電池はこの部分から入れることができます。パッキンがついてますから防水性もバッチリです。角度調整はライトを取り付ける部分がゴムでできていますから、このように自分で動かして最もしっくりとくる位置に調節することができます。ライトを点灯するにはこちらのボタンを押します。このように点灯します。そして明るさ調整ですが、これが画期的。なんと押し続けることで徐々に明るさが変化していきます。そして最後にストロボモードに切り替わります。わ、眩しい。こんな感じですね。そして自分が好きな位置で止めるとその明るさになります。そして一旦消して、さらにスイッチを入れるとその時の明るさで点灯します。今までのヘッドライトは明るさ調節がボタンの切り替えなどでできましたけども、自分の好みの状態に設定することができず、いまいち不満が残る場合が多かったです。しかしこのスルーナイト TH20 は少しずつ明るさが変化していきますから、完全に自分の好みの明るさに調節することができるのです。ありそうで意外となかったこの機能、夜釣りでルアーチェンジをするときなどに大活躍すること間違いなしです。一番明るさが抑えられたファイヤーフライモードで、なんと14日間の連続点灯が可能。その次の明るさ、ローモードで21時間。その次のハイモードで95分。最大のマックスモードで37分間の連続点灯が可能です。さあ次は実際の明るさを確認してみましょう。このように明るくなったり、暗くなったり、そしてストロボモードになったりします。ボタンを押し続けることで明るさ調節ができますから、とても便利ですね。はい、次はお約束の
防水テストです。ここは琵琶湖です。琵琶湖にぶん投げてみますよ。もちろん周りに釣り人がいないことを確認した上でキャストしています。壊れそうな雰囲気は全く感じられません。本当に頑丈だと思います。さあ次は衝撃テストです。地面にライトを叩きつけてみます。本当はこんなことをあえてする必要はございません。あなたがこのライトを手にしたときは大切に使ってくださいね。ビクともしていません。さあ次もお約束のライトを中性洗剤でゴシゴシ洗います。ライトは別に琵琶湖にぶん投げなくても想像以上に汚れています。このように定期的に洗ってくださいね。さあいかがでしたでしょうか。これをもちまして照明器具メーカースルーナイトさんとのタイアップ企画、夜釣りに便利なヘッドライトスルーナイト TH20 のご紹介を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。